はい、それでは今回もやっていきます。丁寧に学ぶ CFD 入門乱流。第5回は LES について説明していきたいと思います。前回までは、ランズについて説明してきましたが、今回 LES になります。一応全体像の方を先に説明しておきましょう。LES が何かというところもちょっと忘れてると思うんで、まあ、乱流計算手法についてまずちょっと振り返りも含めて軽く説明します。全く乱流モデルを使わないっていうのが DNS という手法でした。で、それに対して LES っていうのは、大きな渦は直接計算して、小さな渦はモデル化するという手法でした。で、前回まで説明してきた LANS というのは、全体に対して乱流モデルを与えているっていうようなもので、なので、まあ、LES と LANS の違いとしては、LANS の方は局所的に小さな渦だけを狙ってモデル化するというような、まあ、ちょっと工夫を加えることによって、大きな渦の非等方性っていう、まあ、直接計算するので、まあ、さらに詳しい情報が取れるというような特徴があります。なので、理想としては LES を、まあ、計算量さえ許すのであれば LES を使うっていうのが、まあ、ランズより、まあ、より良い手法になってくるということになります。で、まあ、多くの場合は、乱流の計算って結構難しいので、計算リソースの問題でランズを使うっていうことが多いんですけど、まあ、LES を、のように、まあ、計算力をガンガン使うことによって、より精度の高い計算をすることができますということですね。で、LES で重要になってくる概念が、まあ、格子より大きいサイズであるか、まあ、その渦のサイズが格子より大きいか小さいかという考え方ですね。なので、この格子よりサイズが大きいものに関してはグリッドスケールと呼びます。で、一方で、この格子よりサイズの小さい渦ですね。ここちょっと書いてないですけど、まあ、この格子よりちっちゃいような渦をイメージしてもらうと、そちらに関してはサブグリッドスケールというふうに呼びます。なので、まあ、グリッドのスケール感と、さらに小さいサブのグリッドスケール感ということで、まあ、切り分けて考えるわけですね。で、まあ、LS、先ほど言ったように、格子サイズ以上の渦は直接計算、つまりグリッドスケールでは直接計算し、格子サイズ以下の渦はモデル化する手法、つまりサブグリッドスケールではモデル化するという手法になります。これが LES において、まあ、最も重要な基本的な概念の考え方になります。で、グリッドスケール、まあ、こちらでいうとこの大きな渦の方ですね、に関しては、グリッドスケール以上の場合は、まあ、こちらの、ナビエストークス、ちょっと今回、左側が、物質微分になっているので、この部分に否定条項と、遺留項が入っているような感じですね。まとめられているような形になっていて、圧力項、で、いつも通り粘性項がここにあって、ここに tau ij というふうに、レイノルズ応力として今回ちょっと書き方変えてるんで、パニックになるかもしれないですけど、まあ、一応今までと同様、粘性の、擬似的な渦粘性が入っていると思ってもらって大丈夫です。まあ、ここでレイノルズ応力は入っているということで、まあ、今までのランズと同じような考え方で、マクロな流体の、ナビエストークス方程式が作られているということになります。なので、まあ、グリッドスケールでは LES も、ランダムも、まあ、そんなに考え方としては違わないということですね。で、ポイントとしては、サブグリッドスケールのところですね。このさらにメッシュ、この格子サイズより小さい渦、つまりサブ、グリッドスケール小さいのでサブグリッドスケールと呼びますけど、サブグリッドスケールの部分でどうするかっていうのがキーポイントになってきます。で、その時に最もよく使われるモデル、スバゴリンスキーモデルについてのみ今回説明したいと思います。スバゴリンスキーモデルはサブグリッドスケールにおける計算モデルの一つです。で、このスマゴリンスキーモデルが LES で最も一般的な等方性モデルになっています。ここの等方性モデルっていうのも重要ですね。LANS でも、その非等方性モデルっていうのは計算量が多くて、不安定なので難しいよっていう話をしましたけど、LES においても当然同様のことになります。まあ、LANS で等方性モデルについて、まあ、K イプシロンも K オメガも SST も、全部等方性モデルでしたけど、LES に関しても、やっぱりモデル化するときは等方性モデルが好ましいので、よくこれが使われます。まあ、計算も簡単ですし、安定性もいいということになります。で、スマゴリンスキーモデルにおける渦粘性係数、についてはどうやって計算するかというと、このような式で計算されます。
で、スマゴリンスキーモデルの全盛ケースは、ここで等補性であることがわかると思います。SIJ っていうのがこの先端の部分ですね。先端にかかる項なので、これが掛け合わされて、しかもルートで閉じられているので、まあ、ここが、スカラ値になってくるということがわかると思います。なので、先端に関するテンソルの情報はここで失われているわけですね。で、ここで、係数の部分。これが、非常に特徴的な LES らしいような係数がかかっているわけですけど、この CS は当然定数。今まで通り定数ですね。この乱流、あるあるの、なんか乱流特有の、うまくパラメーターによって、実際の実験値と満たせるようなことが、この CS で行われているだけです。で、この FS っていうのは、壁面で余剰年性を0にする関数です。いわゆる、定例のルース乱流、どう言ったらいいですかね。なんか壁における条件って、その K イプシロンとかだと、切り替えたり、壁関数とかで切り替えたりしてましたけど、スマゴリンスキーモデルではこういった、壁面で余剰年性を0にするっていうようなことによって、強制的に余剰年性を修正したりしてます。で、あと、このデルタですね。このデルタがフィルターサイズと呼ばれていて、このメッシュのサイズ感をによって、反映させるかどうかを決定するような変数になってます。これが、LES らしい、最も LES らしい変数と言えると思います。このフィルターサイズによって、このどれぐらいのサイズ感の渦に対して、フィルター、その、モデル化を行っていくか、ということが、決定されるということですね。ということで、LES についての説明は以上になります。ちょっと短いですけど、一応内容としては、グリッドスケールとサブグリッドスケールに分けて、で、今までと同様、レイノルズ応力が加えられるというものでした。で、フィルターサイズっていうのがちょっと重要ですよというぐらいの話でした。ちょっと短かったんですけど、LES は以上です。で、一応最後なんで、今回でこれで終了なので、一応振り返っていきたいと思います。で、乱流とはどんなものかというと、レイノルズ数が起きて起きますよ。時間空間的に不規則なものでした。で、分子元素に関しても紹介し、円柱周りでは、レイノルズ数を上げていくと乱流が発生しますよと。で、分類としては、大きい渦と小さい渦がありますよと。で、小さい渦は乱流モデルが必要になってきます。で、DNS、LDS、LANS というふうに、乱流モデルの度合いによって、どのぐらい入れるかが変わってきます。で、あとは、定常流れ。LANS では全体に乱流モデルを与えるので、定常的な渦しか計算することができないです。で、あと、LANS に関する説明でしたね。ここから結構難しくなってきますけど、LANS では渦年性モデルという、乱流を年性の変化として模擬したものを使いますという話をしました。で、この変動成分、この部分が乱流モデルになってくるわけですね。で、平均値。で、ランズに関するナビエストークス方程式に、この乱れ成分というものを足すことによって、乱流の影響を考慮することができます。で、代表的なのが K イプシロンモデルでした。最も一般的なモデルで、乱流エネルギー K、つまりこれが渦の強さですね。で、散逸率が、渦が消えていく速さです。これらを輸送しながら、これら K とイプシロンによって、擬似的な粘性を計算して、それをナビエストークス方程式に与えてやるということが、乱流モデルでは行われています。で、壁関数というもので、壁付近のレイノルズ数が低い部分に関しても、乱流モデルで何か、ちょっと強制的に補ってやろうということが行われています。こういった感じで強制的に K やイプシロンをここでは定義してあげると、条件付けをしてあげることによって、壁付近でもそれなりの精度を出していくことができます。で、もう一つが K イプシロンモデルを定連数型に変形させるというものですね。で、いろいろ補正項を加えることによって、そういったものが成り立ちますよと。ここで局所レイノルズ数というものを取り入れることによって、そのレイノルズ、場所場所に応じた、適した値を、計算することができるということになります。で、K オメガモデルというものがあって、こちらは壁面近くでした。なので、K オメガモデルと K イプシロンモデルはそれぞれ得意分野が違うと。開けたところは K イプシロン、壁の近くは K オメガというふうに切り分けられます。で、SST モデルというのが、その2つをうまくハイブリッドで、ブレンドすることによって、ちょうどいいものを作りましょうという考え方のものですね。乱流散逸率に関しては、オメガと A イプシロンの、式の混ぜ合わせたような形になっているものになります。で、最後は LES ですけど、最後に、グリッドスケールは直接計算して、サブグリッドスケールに関しては、こういったスマゴリンスキーモデルで、モデル化するという手法について紹介しました。こ
こうやって全体像を見ていただくと、まあ、何がどこに位置していたかっていうのが、まあ、かなり見えてきたかなと思います。まだまだまあ乱流に関する話は深い部分があるんですけど、一応実用的な範囲のソフトウェアエンジニアでしたら、まあ、これぐらいの内容でかなり実用的に使えるかなと思います。何か話として話題に出てきても、だいたい理解できる範囲かなと思います。で一応最後に別の宣伝として、まあ、こういった CFD 流体 CG 入門という再生リストがありますので、そちらの方で、まあ、ナビエストークス方程式の説明だとか、粒子法の説明だとか、まあ、あとは流体に関する、まあ、プリポストだとか、そういった話もしてますので、ぜひぜひそちらの再生リストを見ていただいて、気になるものから見ていただければと思います。あとはプログラミングに関する動画、まあ、特に個人的におすすめなのはこの IT エンジニア入門コースとかで、まあ、基本的な事項を学んでいただくといろいろ活用として、応用が効くんじゃないかなと思います。はい。ということで、今回最後の LES の関する説明としては終了になります。第5回までちょっと難しい内容多かったですけど、最後までご視聴いただきありがとうございました。他の再生リストに関しても良ければ、まあ、プログラミング、IT 関係の知識を学ぶ上、まあ、もしくは、私、サイトの方も作ってますので、概要欄から見ていただければ、そちらの方でも、もうちょっとコアな流体に関する内容を発信してますので、そちらを見ていただければと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様でした。